31、木村翔之介が結びの一番合わせます。ここは弾いてきた。押し合い。ここも見ながらの琴桜。右が覗いた。左の上で。これで大関10ゲーム。ただまだ負けた。動きが止まりました。割れんばかりの歓声が国技館を起こっています。左少し上手を琴桜が浅くしています。右輪を差し出争い。王鵬の下手は1枚。王鵬が先に仕掛ける。右が抜く。左が切れる。寄り切り。王鵬が勝ちました。初めて琴桜に勝ちました。琴桜はこれで今場所の初黒星。なんと幕内では勝ちっぱなしは大の里ただ一人ということになりました。